でなんかだんだんと、ああそういえばこうやったなみたいなのもね、なんかやってるうちにね、忘れてたことがね、こうだんだんと思い出してきますからね。まあこれからどういう風になっていくかね、楽しみですよね。楽しいです。本当に楽しいです。昔の仲間で本当に我々でできるんだという、まあ、かつてはまあ、いろいろと会社に、ね、やらされてた部分があると思うんですけども、今度はもう自発的にじゃあ自分たちでやろうということで、まあ、逆に言えば誰の世話にもならないで我々の力で今度のコンサートできるということは、やはりそれが僕は一番嬉しいです。いや、 P はもうすぐ元気で熱いのが良かったね。それとやっぱりみんなのね、40年間のね、いろんな、いいことも悪いこともの、その経験がもう血肉になってるっていう感じですよ。来てくれるお客さんに期待以上のものが見せられると思うけどね。8月に入るとジュリーと普段一緒にツアーを回っているメンバーとの本格的なリハーサルがスタートしました。メンバー全員この日に向けてさらに練習を重ね、リハーサルに挑んでいました。この日からメンバーがソロで歌う曲の練習も始まりました。ドラムの P はリハーサルから気合が入っていました。いや、ジャスティンじゃない、 P がいいんだよね、最初ね。言うの？あ、言わない人か。ちょっと照れるね。見てきた。照れるね。照れてない、急に。ジャスティン、40年ぶりに集まってバンドとして一つのステージを作り上げる。メンバー全員でそれを楽しむことで今のサウンドが出来上がることを目指しました。いよいよツアー初日、この日を待ち望んでいた大勢のファンが会場に詰めかけました。集まった5000人の観客は40年ぶりに見るジュリー、サリー、タロー、そして P の演奏に大興奮。全国ツアーの初日を無事に終えることができました。もう一回やれたらやっぱ死ぬのか、それは無理やね。4ヶ月に及ぶツアーではメンバーの地元京都でもコンサートを行いました。会場の京都会館はザ・タイガースがまだアマチュアの頃にデビューのきっかけをつかんだコンテストに出場した思い出深い場所です。京都でのアマチュア時代、ザ・タイガースはファニーズというバンド名でプロのミュージシャンを目指して活動していました。こうやって見るといい顔してるね、みんな。みんなで言ってどうするそれも、ね、これさ、ピーの顔がめちゃめちゃ動画やね。小学生みたいな顔が見える。グロいい顔、めちゃめちゃ子供っぽいもん。これパッと見たら上手かなと思うわね。そして何よりも忘れがたいのは、ファニーズの時に、アマチュア版のコンテストでね、うまさから言うとそんなものもうみんなもセミプロですよ。もう楽器から
かもうみんなそうですよ。でも僕らはルックスで。思い出深い地元京都でのライブも大成功でした。終演後メンバーはジュリーの同級生が営んでるお店で打ち上げをしました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。アゼルバイジャン、ジャンジャン横丁、カワジャン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 、ジャンバルジャン、ジャンバルジャン、あら、じゃあ結構あるね。ちょっともう10秒ぐらいかかるんですよ。40年ぶりにツアーを回り、60歳を超えて一緒に酒を飲む。